ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、船頭を多くして船山に登る。指揮を取る人が多すぎて統一が取れず、物事が円滑に運ばなかったり、とんでもない方向に進んでしまったりすることの例え。船頭、すなわち船長さんは、船の運航計画を立てたり、天気や海の状態を見て航路を決定したり、時には自ら船を操縦したりする、船の運航を取り仕切る総責任者です。いわば、船が進むも沈むも船頭さん次第ってわけだね。そんな司令塔とも言える船頭が、一隻の船に何人もいたらどうなるか。ある人はあっち、ある人はこっち、別の人はそっちと、それぞれが自分の意見を言い始めて混乱状態。乗組員も誰の言うことを聞けばいいのかわからずに目だパニ状態。しまいにはトンチンカンな方向に進んでしまって船が山に登ってしまうというとんでもないことが起こってしまうといった意味です。つまり船と限らず現場全体を指図する責任者は一人に決めて権限を与えておかないと大変なことになりかねないとこの言葉は戒めているんだね。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。 Too many cooks spoil the broth. 今日のチェックポイント 2. あまりにも丸々すぎる。形容詞や副詞を強調してちょっと行き過ぎてるというニュアンスを表します。 Spoil 丸々をダメにする、台無しにする。 Broth 出汁汁、スープ。いろんな意見を出し合うのは大事だけど、まとまりのないまま進んでしまっては意味がなくなってしまうわ。目標を決めてみんなの心を一つにするのはリーダーの役目。そのリーダーを決めるのはトップの大事な役目だからね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。 See ya!